続いては平原綾香さんです。现在正走上红毯的是平原绫香。谢谢您的光临。获得微博日本2020年度最佳歌手奖的是平原绫香，祝贺！透き通った癒しの歌声で音楽のハグを皆さんに届けます。她的歌声透彻清亮，治愈的声线让你在倾听音乐时鼓起对生活的希望。それではトロフィーの贈呈です。プレゼンターは高橋副社長です。よろしくお願いします。再次有请微博日本副总裁高桥真雄先生为平原绫香颁奖。高橋副社長、ありがとうございました。それでは今のお気持ちをお聞かせください。大家好，我是平原绫香，叫我阿雅就好。このような賞をいただけて本当に嬉しく思っております、私は中国とは昔から、デビュー当時からずっとご縁をいただいています、2010年に私の父サックスプレーヤーの平原誠と一緒に中国に行ってチャリティーコンサートをさせていただいたこともあります。そしてまた実際に谷村新司さんのコンサートに呼んでいただいて、歌を出せていただいたりとか、もう本当にその度にあったかい拍手をいただいております。今回こうやって賞をいただいて、私もこの間まだ始めたばっかりなんですけれども、ウェイボーのアカウントも、作りました。まだ全然フォロワー数は少ないんですけれども、このアカウントを通していい音楽を、そして先ほどアリサさんが言ってくださったみたいに音楽のハグを、できるだけ届けていきたいと思っております。この後その、ステージで2曲歌わせていただくので、それもとても楽しみにしています。ぜひご覧ください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。再次把掌声送给平原绫香。谢谢恭喜。
歌える喜びを感じています。今とても世界中が大変な、状況になってしまって、私はステージで、歌えることがすごく好きだったので、今ツアーやいろんなイベントが中止や延期になってしまうことが、とても辛い気持ちでいっぱいです。でもいろんなところから、そして遠く離れていても音楽のハグをお届けしたいと思って、今でも一生懸命、歌を歌っています。今お送りしたのはジュピターという曲でした。私のデビューシングルです。この歌を先ほど中国の方が知っていると言ってくださいました。この曲を書けると書き込みがいっぱいあっていい曲だねって言ってくれるんですと話してくれました。こうやってデビュー曲ですけれども、今でもこうして愛していただいている方が、中国にも、いらっしゃるということがとても嬉しいです。続いての曲で最後なんですけれども、今から歌う曲はニューシングルです。昨日発売されたばかりでデジタルシングルなんですけれども、今日このウェイボーアカウントフェスティバルで初めて歌います。初披露です。どうかこの歌が皆さんの心に届くと嬉しいです。タイトルは Save Your Life というタイトルです。これはもともとダニエル・パウターさんというビルボードナンバーワンチャートのアーティストの方とのコラボレーション曲なんですけれども、私の歌声を聴いてくださって、ぜひコラボしないかと、声をかけてくださったのがきっかけでした。この曲はまさに今の状況を歌っています。どんなに自分の人生に嵐が吹き荒れても、自分のタイミングで少しずつ乗り越えていこう、そんな歌です。世界中の人たちに届きますように祈りながら歌わせていただきます。セイブヨアライフ、聴いてください。
彩香さんでした。皆様、盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。再次用掌声感謝平原香的精彩演唱。谢谢大家。